元 AKB48 でタレントの大谷静香32が2日までに自身の X を更新。 AKB48 の数量限定グッズに自力当選したことを明かしたが、思わぬ部分がファンの注目を集めた。大谷は劇場の床で作った数量限定キーホルダーを応募したら当たってしまった。歯を食いしばってキーホルダーに9000円。思い出を買います。ちなみに横山は外れたと綴り、当選を通知するメールの画像を投稿した。